何んなとこで引っかかってんの。ええー、姉子一緒に戦えよ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はまた姉子かな。ほいね、へいへい。あゆな、なんとか敵を追い払えたけど、あれは一体どういうことだい？今までここに攻めてくるのは溶岩魔人手下の魔物だけだったのに、今回は敵の中に氷の力を持つ魔物ブリザードがいたじゃないか。これはひょっとすると溶岩魔人のやつら、ガライア地方を支配する氷河魔人の軍団と手を組んで、手を組んで、いけない、厄介なことになる前に溶岩魔人をぶっ倒しちまわないと。さあアイナ、さっさと溶岩地帯に攻め込むよ。アラクレどもに忘れず声をかけるんだ。準備ができたらもう一度私のとこに来な。コンパスに目的地が表示された。ということで、はい、必死に発明に取り組むあんたと姉子の姿、筋肉に迫るものがあるわね。筋肉に迫るものってなんだ。私もあんたに協力するわ。一緒に魔物を倒す準備をしましょう。どう、アイナ、私の力が必要かしら。ほいほい、来て。いいわ、一緒に行きましょう。魔物との戦いも素材の収集も任せておいて。でもいいこと、おかしな場所に置いていっちゃ嫌よ。了解。素材集めの時にね、何回も置いて帰ったことがあるからちょっと気をつけなければ。なんだかいろいろ入り組んできやがった。魔物どもとの戦いも激しくなってきた感じだな。アイナ、今更もう俺に助けなんかいらねえとは思うが、一応聞いておくぜ。まさか俺に助けが必要か？必要だよ、来いよ。おお、そうなのか。じゃあ仕方ねえ。ただ途中で腹が痛くなっても困る。あまり遠出はしないようにしておこうぜ。全然もう扉で旅立つからね。ふんふん、アジトの仲間も増えて、わしは近頃も若者への筋肉指導で忙しい。ベイパーは結構お年なんかな。しかしもちろん魔物の討伐が優先だ。お主の力になれるならいつでも人筋肉脱ごう。人筋肉脱皮的な感じ。どうだアユナよ、わしの筋力が必要か。ほい、よし、では炎のマイラでも氷のガラヤでも構わん、共に参ろうぞ。頼もしい。で、準備が整ったら姉子に声をかけるんだっけ。おお、アイナ、溶岩地帯に攻め込む準備ができたのかい。できたよ。アイナ、私はなんだか嫌な予感がするよ。ひょっとしたら魔物の奴ら、ラライの炎と氷に関する発明を狙ってるのかもしれない。もしも炎の力を持つ溶岩魔人と、氷の力を持つ氷河魔人が、合体して一つになるようなことになれば、もう私たちの手には負えなくなっちまう。そんな厄介なことになる前に、溶岩魔人だけでも先にぶっ倒さなきゃね。溶岩地帯のことはもう分かってるだろ。くどくどした忠告はもうやめにしておくよ。私たちの目的はただ一つ、溶岩魔人をぶっ倒すことだ。なーに、溶岩魔人だなんて大層の名だけど、所詮チンケな腕一本さ。さあ、ひとまずこれがこのマイラでの最後の戦いになるはずだよ。溶岩地帯は青い扉の先だ。さあ行くよアイナ。ほい、よし、これで4人を引き連れて。4人を引き連れてはいいんだけど、姉子来てる？来てるね。青い扉。こっちだね、旅立つ。でもさ、マークがさ、最後の戦いっぽくなかったよ、全然。あっちか。ね、普通にびっくりマークやったし、全然戦いのマークでもなかったしさ。それにそもそも、おう。こっちから迎え撃つというのがなんか、今までと全然パターンが違うけんさ、どうなのって感じやけど、最後の戦いなのか、本当に。お、あっこだ。あっこだはいいんやけど、私は、へぇー、マグマハンド。ちょっと待って、近くまで行って、この大砲を設置しようかと思います、私。ゴーレム近づいてきてんすけど、いやー、やめてよ。やめてよ。はっ。てか思うんだけどさ。うぃー。いや、思うんだけどね。マグマハンドって書いてたでしょ、今。溶岩魔人じゃなかった、言ってるの。敵違うんじゃね？ねえ、思わない？いや、確かにね、溶岩魔人。溶岩魔人ってさ、こんな見た目だったっけ？
違うよね。ちょっと私の大砲破壊しないでくれる。本当にもう、よいしょ。はい。お、もうちょっと？いや、まだ結構あるのかな。いやー、吹っ飛ばされる。吹っ飛ばされる。はい。で、あー、結構危ういな、これまた。お、おー、のんきに食ってる場合じゃない。あ、大丈夫？大丈夫っすか、私。あ、もうちょっと、な気がする。お、みんなゴーレムたちをバッサバッサと。やったー、マグマハンドやっつけた。アメルダから依頼された目標を達成した。ということで、さあ、金槌を壊したらダメだ。大砲を壊して、これで命の木の実もゲット。はい、みんな帰るよ。ん？アメルダは？ 1,2,3。 ん？アメルダはどこ？え、いらっしゃいます？え、なに？あっちにいるの？なぜ？みんな、はい、こっち来て。あ、やばい、体力が。やべえ、体力が。はい、みんな。皆様。いや、ほら、来いよ。何やってんの？あ、もしや来れないの？道作った方がよろしいかしら。ちょい待ってね。はい、来れるでしょ。よいしょ。何？まだ？はい。道作ってやるから来いよ。は。え、もしや、あ、大丈夫だよね。来れるよね。はい、オッケー、行くよ、みんな。武器を光の剣に切り替えておこう。ほんで、アメルダ。え、ちょい、姉子どこ？え、どっかでやられたの？もしや。それとも普通に、ついてこれてなくって、迷子に。え、ついてこれてないんだね。さあ、一緒に行くよって言ってる。何んなとこで引っかかってんの？姉子一緒に戦えよ。もうここまで帰ってきたから普通に旅の扉から帰るけど。はい、旅立つ。はい、みんなとの冒険が終了。ほんで、あ、そうそう、姉子、話があるのでしょう、私に。はい、ちげえ。あ、拠点を狙うモンスターが現れたっぽいけど。やったね、アイナ。あんたが作った魔人の金槌のおかげで、このマイラを支配する魔物の親玉、溶岩魔人をぶっ倒したみたいじゃないか。全然魔人の金槌使ってないんやけどね。けど、妙だね。魔物の親玉を倒したら、パーッと空の闇が晴れると思ってたけど、これってまさか、まだ魔物の親玉を倒しきれてないってことなのかい？いや、そもそもね、溶岩魔人って名前じゃなかったんだよ、あれ。マグマハンドって書いてたよ。もしそうだとしたら、これ以上私にどうしろって言うんだ。もうあいつの発明の断片だけじゃ、あれより強い兵器なんか作れやしないよ。こうなったらあいつの研究所に行ってみるしか。でも、何？おっと、すまない。今のはこっちの話さ。ひとまずご苦労だったね、アイナ。これから先、どうしていくかは、一度温泉でも入って考えてみるよ。まあね、ゆっくり休んで、良い考えが浮かべば良いのだけれど。クエストコンプリート、命の木の実。お、今回二つ手に入ったってことかな。やったね。何の音だい、今のは。なんかよくわからない音がしてるけど、何か作ってくれ。うん。何か倒しているらしい。ま、近づけないだろう。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。姉子は連れて行った意味はあったのかな。いなくてよかったんじゃねって感じやね。